機内を再現した訓練施設の内部には上空にいるような緊張感が漂う北九州空港そばにある航空会社スターフライヤーのトレーニングセンター北九州市小倉南区同社の男性客室乗務員 CA で唯一の訓練教官西山淳さん39同区が行進を育成する場だ。今の仕事に就くは 小学3年生の時の家族旅行で出会った女性 CA 子供心にもおもてなしの精神を感じたトラブルに涼しい顔で対応する姿も格好良かった当時は女性 CA ばかりの時代だったが父に将来の夢を打ち明けると海外では男性も当たり前きっとなれるよと背中を押してくれた大学在学中カナダに3年間語学留学 卒業後カタール航空で CA として5年間で約60カ国を飛び回った目標の日本らしいおもてなしを求め10年前に今の職場に移った同社では183人の CA のうち男性は14人荷物の積み下ろしなど力仕事は率先して引き受けるが男女の差は感じていない各便 CA3 人が登場する同社のフライト3社3様のおもてなしができる 思い出に残る接客を心がけたい